もピョーキングです。今日もトロールコースと一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、ケイバーナ D スティーブ V5 カッコトロールレベルということで、ケイバーナっていうのはね、洞窟っていう意味なんですけど、 D スティーブがわかんないんだよね。そして僕いつも思うんですよ、丸めのアバターで唐揚げがあるじゃん、あれ見るとね、めっちゃ食べたくなるまあめっちゃ食べたくなるんですよ。まあそんなどうでもいいことは置いといて、早速やっていきますか。クリア率は 0.89% で、福岡だけなんかな、カナチューって唐揚げ屋さんがあるんだけど、すっごく生姜が効いててね、めっちゃ好きなんだよね。さあまず最初にフラワーがあるけど、このフラワー取って、あ、速攻でチャッカマンできるんじゃないの。いや、あれ怪しいぞ。なんで一旦左のとこ行きます。うわーって言われた。絶対こっち違うやつでしょ何この砲弾。いや、中間ポイントあるよ。いや、やっぱ最初は取らせてくれないよな、速攻で。右は開幕だじゃあ速攻でボム兵に火をつけなきゃいけないんだろうね。くらえ、必殺技ジャッケメーいや待って、これさ、下にブラッパがいるけどすぐ右に行く。あっ、どうしよう、当たったけど大丈夫かな。こっから右に、いや入れないよ。はだー、すいません皆さん、開幕から騒がしくて、多分ここ何もしなかったらボム兵が降ってくる。なるほど、やっぱりそういうことだったのね。もう読んでるから僕は。これ下って書いてるな。下行っていいのか。矢印使用するぞ。でやでい、だいたいトロールコースで矢印ってほとんど罠なんだよじゃあ行くなよっていう話なんですけど、じゃあ進んでいきましょう。うわ違うっせー、キルって書いてない。キル、ボム兵と四角の枠があって、ウェイト、ボム兵を倒して待っておけっていう感じかな。多分さ、それって最初のところだよね。それじゃあスタートからね、やり直したんだけど、ここでボム兵を着火させた後に枠の中で何もしない。そしたら次の道が何か開けるんじゃないのかな。もう上のブロックしかなくない？あのブロックが壊れてくれるみたいな、そんな感じじゃないのかな。いや、やっぱりそういうことか。ただあれ当たっていっていいのかな。当たらないでいきますぶつけ、いやこれ当たらないでいくのなかなか難しいね。まあここから右ダッシュして土管に入れば。暑かったね。次こそあのファイヤーバーに当たらないでいくよ。数々の一発マリオをしてきた僕、シュッこれはどう考えても当たるやつでしょ。よしよしよしさあ進んでいきましょう。ここ下にドカンって書いてたね。この先なんだよな。こっからフラワーがいるのかどうかなんだけど、え、こっからまたボム兵が降ってくるみたいな。うわ違うよね。多分ね、あのコインが出てる場所、ドカンもう一回戻れっていう感じでしょ。それじゃあこのドカンに入った後に左に戻れば何か変わってるっていうことだと思うんですよ。どうなんだやっぱりそういうことか。もうトロールキングだからね。むしろトロールマスターだよ。もうトロマスっていうアニメ作っていいんじゃないかなさあ中間ポイントゲットできて先に進んでいきましょう。ここはベッドをかぶって上に行く。こっちの、あのバレエ野郎が、絶対今のベッド大事なやつでしょ。まあ一旦先見ておこうか。ここでオンオフをしたら、なるほど、ブラパが出てくるから先に左上に行けっていうことね。あれ、やられれないんじゃないの。せっかく中間ポイント取ったのに。カバー発見しましたトロールマスターピオキング編アニメ上映中だよ、みんな見てね。 YouTube YouTube歌詞を忘れてしまいました。じゃあここは一旦オンオフをした瞬間左にジャンプしろっていうことでしょう。このタイミング、ナイス。さあ進んでいきますか。で次はまたオンオフをして右に行けっていう感じか。一旦つらら落としてオンオフ、急いでいこうか。はっ頼むって、あらそこどいてって。ただまだワンチャンあるんだよな。左に矢印って書いてるでしょ、何かって。やった来た、こっちが実は正解みたいだ。いや絶対違う、素直に落とさせてくれよバネ。なんでそんなに上に上げんのよ。もうバネたくさんしてるじゃねえか、仲間そんなに連れてくんだって。もう邪魔なんだって。でもこれは簡単にやられそうだね。
見てんだ右下のバネはよ。それじゃここなんだけど、どうやってブラパが出るより早く先に進むかだよね。こっから行ってみようか、左からダッシュしていく、これが正解なんじゃないから。さあ来ました、リンクを取って。ここはどうすればいいんだろう。ボブ兵を投げろっていう感じかな。そして上、こっちが正解だよ。下怪しいもん。ほら来た、優勢取れました。そして下に進めるっていう感じだと思うんですよ。さあ P をなくなってくれ、こっから先だろうきっと。なるほどね、リンクのまま来なくちゃいけなかったのね。それじゃあここはさ、爆弾を投げて上に行ったらダメなんだね。そうしないと左のブロックが壊せないと思うんですよ。なんでここでブロックを壊して先に進む、これが正解だったのか。裏の裏をついてくる感じだね。ここはメットを取る、そして早く上に行く。うわどうしよう、これ下行けないよね。もう一旦下に降りてすぐジャンプしてかわしてみる、これが正解なんじゃないんですか。右は、あ、右にボム兵がいるで、これが先に滑る。はっ、下がりこれどうやってやられればいいの、誰か来てよ、お願いって。ガバ2発見ですか、頼む。大概にせんか。ここさ、振動くらいジャンプミスした瞬間ガバ発見でしょ、頼む。早く中間ポイントが欲しい、この場所を抜けたい、頼む次こそ。よし、なんで入れないの。え、どこに行けばいいの。あ、右の扉に入れっていうことね。いや、それでもさ、何かやらせてくれてもいいんじゃないの。僕は今日何回スタートからやり直しをすればいいんでしょうね。じゃあここは早くつららを越えて右に行けと、そういう感じだったんだね。そして右が開くからこの土管に入っていくと、土管じゃないドアね。それじゃあ進んでいきますか。中間ポイントをくれよ。いや本当に今日ほど中間ポイントを恋しく思ったことはないで、すぐ上に行けっていうことでしょう。うわまだ中間ポイント見当たらねえな、頼む。ってもうこれちゃんとやられねえのかな、本当に積み要素ある。あ、一旦戻れば多分やられるっていう感じだと思うんですよ。大丈夫か、やられることができるのか。鉄球待って、今違うのが出てきたよね、魚出てこなかった。これもう一回やり直し聞くんじゃないの、一旦魚が出てきた後に右に進めるんじゃないのかな。あれ次は出てこないね、もう一回入ってっていい、もう一回入ってってすぐ右に行けるか試してってみるね。頼む、早く早く、こっから右、よし。ぬるいなこのコツ。それじゃあ次は、このハテナブロックじゃねえや、この四角の枠。なるほど、そういうことだったのね。さあ進んでいきましょう、絶対こっちで合ってるよ。そろそろ中間ポイントあると思うんだよね。これは上か下か、下を信用したいと思います。こっちが正解、頼む。はっ、あはははは、悔しい。左は左、あーね、これはこういう死に耐久をしろっていうことね。まあでもそんなに難しくないね、これ多分ね簡単にやられると思う。このコース中間1から中間2までの間がめっちゃ長いんだよね。なんで中間2取ったらさ、もしかして、うね、よしよし、絶対こっちでやってる。なんで中間2取ったらさ、すぐゴールが目の前みたいな、そんな、あっ、さっきどこまで話したか忘れたな、ちょっと重複したらごめんね。多分ね中間ポイント2からゴールまでがめっちゃ近いと思うんだよね。なんなんだこれは。スタートりてえじゃねえか、道理、あっ、怖っ。いや今のはないでしょ、何今のブロックの出方、ずるくない。このコースガバだけじゃなくてバグも使ってきやがるよ。じゃあ左行こっか、こっちがキャン。コースをよく見れピオキング、よく見たら先に滑るはずだ。これは下は絶対罠っぽいよね。これさ、スタート取ったら右下に降りれてそこがゴールみたいな、いやそれはないよな、多分ここ下に、あ、いけないよね。なんで上に行くしかない、これが正解だと思うんですよ。さあスターのまんま行ってくれ、あ、中間ポイント、待って、危ねえ。これで、頼む、ではでも、いや、あと一回、頼む、
あと1回、あと1回でいいから。そしてこの状態で上、あっあだー一旦右行ってみる、行ってすぐ上で、もう一回すぐ上、やった。こういう感じでタイミングが大事っていうことね。これもう積んだんじゃないの、はっだからそういうのやめてくれって。え、どこにいるの、下に行けるんじゃないのかな、どっかにいたら。そういうことでしょ。一番左行ってみる、一番左行ったら下に連れてってくれないのか。真ん中は、真ん中行ったらくっそいや、また最初からやり直しじゃねえか、いい加減にせんかさあ戻ってきました。ここはさあ多分右押しっぱしとけば回避できると思うんですよ。よっしゃ来た、こっからだよな下行ってみる、いやこっちの方が怪しいじゃあここは右下の P スイッチの方針をしたいと思います。それで何かあって、いや引っ込んでろザコゲ。え、下さ P スイッチ踏んだ瞬間いけるかな、このタイミング。よっしゃ来た、もうゴール近いんじゃないの、頼む、ゴールあってもいいよ、そろそろお願いします。でかいなぁなんだこんなの初めて見たぞ、このでかさはちょっと異常じゃないやばいよねこのクッパクラウン。さあどうなるこの先、まだまだゴール遠そうだね。右か左か、あでも左行ったら絶対先進めないよね、なんでこっちで合ってると思う、バーが邪魔して先に入ることができないもん。でここはこの間来たんじゃないこれ、頼む、やったね、また積んだかと思った。それじゃあここは左っていうことだね。そんであのドッスンたちやばいな、何してくるんだろう。さあここはどうすればいいのか、一旦このまま先に進んでってみよっか。多分ねあのネット蹴る必要ないよね気になる、でも僕は何もしない、一旦この場所下に行ってこっからネットを回収。うわあのボムヘ何すんの、ゴールか、え、あの場所にどうやって行けばいいんだろう。一旦さここでキノコ出てきたよね、あのキノコもらっていくいやもう出ねえのかじゃあ土管に入っていくしかないんで、こっち入っていくで、さあどうなる。いやこっちが正規ルートっていう可能性もあるからね、上行って左、あれチェックポイント1でしょ、頼む誰か僕をバブル当たれこの場所にさゴールがあるのは分かったんだけど、どうやってゴールするかだよね。右に蹴ってみるこのコーナー、そしたらワンチャンおいあの邪魔すんだってそれじゃあ僕で思ってることが一つあるんですよ、この左上のブンブンが B スイッチ押した瞬間ドアに入る、そして今 B スイッチが鳴ってる状態だからさ、きっとあの下のブロック恋になってると思うんだよね、その瞬間にゴールする、そうじゃないの、おっすえ、あってな、だめだめ、ベッドあと1個でいいから、あと1個でいいからでもこれで合ってんじゃないのかな、多分それをめっちゃ早くやれっていうことなんじゃないかな。で右にいるボートあいつしびれ攻撃してくるからね、今みたいにジャンプして避けなきゃいけないと思うんですよ。さあ次こそ行ってくれ、こっから右本当に合ってんのかなこれで、ね、それじゃあ次は右から行ってみようか、右はさミスっても中間戻しじゃないからワンチャンある、頼むこっから何やってんだ次こそ行きたいと思います。さあ冒頭のジャンプ攻撃を避けてちゃんと右下に落ちよう、素早く落ちてそっから左くっやったどうもありがとうございました。いや相当鬼畜だねこのコース、マジでおすすめしないレベル。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、一発マリオナンバー129ということで、久しぶりに来たね、目の前ゴールなのに何もないコース。ただコース名の右を見て分かる通りですね、何かしらのゴール条件があるんですよ。それがどんなゴール条件なのか、それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.17%。 コイン
よ、30枚以上取ってからゴール。まあ、全然想像と違ったね。着地しないで。なるほど、こういう感じでこれで連打してって。ちょっと待って、全然身動き取れないんだけど。これブロックを下の方で叩いたらさ、身動きが取れなくなるみたいな、そんなコースか。いやでもさ、これ連打する以外になくない？こうやって連打してコインを取る以外にないよね。くっくっくっ。何この状況。それじゃあ用途見ておこう。どうやってブロックを叩けばいいかよく見ておきます。わかるか。どうやって叩けばいいのよ、あの大量のコイン。僕頭良くないんで、連打してってコインを取っていきたいと思います。こういう風にね。なんだこの状況。今までたくさんマリオやってきたけど、こんな状況初めて見たぞ。合理条件しかも手に入れてるじゃねえか。頼むってマリオ、そっから動いてよ。一旦さ、その場でジャンプ連打してみる。それで30枚取れないから、これで取れたらいいよね。今カチャカチャ入ってたらごめんね、めっちゃ連打してるから。どう？いや、あと、あ、取れた取れた。右頼む、右行って。なんで動かないぞ、そっから。もう運に任せるしかないのか。このコースをクリアした暁にはピオキングラッキーだったねっていう言葉をかけてください。もう運でもなんでもいいから頼む。あと何枚、あと何枚、いや、いけるよ。もういいんだって、そのくだりは。これほんと難しい。マリオ持ってる人言ったらさ、もうやってほしいぐらいだね。こっから左に行くことができればワンチャンある。ワンチャンあるじゃない、これ。頼む、あと何枚、4枚、1、2、3、4、来た、やった。きつい。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。